どうも皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。やっていきましょう。俺のサクサクセシーズン S、 視聴者様からのリクエストにお答えしていきたいと思います。今回のリクエストは加藤正樹さんからのリクエストですね。巨人の、長野選手を作っていきたいと思います。実を言うとこの動画またまたですね、声が後取りとなっておりますので、今回はまたなんでしょうね。以前あったと思うんですけど、以前、その動画の解説に近い形になると思います。ごめんなさい。さて、今回やっていきますのは、改造成功コンボですね。博士登場カードと 100% 改造成功カード。ということで、初期状態はいいんですよね。肩がちょっと低いですけど、全体的に、ミート強化も手に入りまして、いいんじゃないかなと思います。長野選手を作る上で、ちょっと肩を上げるのは必須かなっていうところがあるので、イメージとして、僕の勝手なイメージですけど、結構ライトゴロの回数が多分多いんじゃないでしょうか、守ってる時に。そう考えたら肩を強くした方がいいのかなというところで、考えておりまして。で、ちょっとここで、ちょっと打力も必要かなということで上げております。だから、改造までにどこまで体力を、体力じゃねえわ。能力を上げられるかというところが非常に鬼門なのではないかなと思ってるんですが、いかがでしょう。さあ、石川選手に当て、守備力アップ。外野とはいえど、やっぱりエラーするのはまずいですから、守備力は必須ですよね。肩をここでちょっととりあえず30台に、引っ張り上げてきて、このシャッフルで、カードをなくすのが怖いんで、あんまりハテナは踏みたくないなということで、回復で良かったと思います。体力は全回復となっております。やっぱり、コメントの中ではね、当然、なんでしょう、もうガンガンハテナ踏んでけよとか、ビビってんじゃねえよなんてね、コメントも、あるのわかると、わかるんですけども、やっぱりね、ちょっともう、改造成功っていうのは結構でかいんでね、特に野手なんていうのは、全能力が10ずつアップするんで、そう考えたらやっぱ美味しいのかなと。思いまして、ちょっとビビっております。さあ、ここで引くのが野球超人伝なんですね。野球超人伝って美味しいですよね。なんというか、本当にそれこそ、投手作成より野手作成の方が、さっきのや、改造の話じゃないですけど、ねえ、やっぱり、ここで、赤地獄となっております。最悪のパターンですね。道、もう、とりあえずギリギリしてあるんですけど、やる気が下がって、と思ったところにこれがラッキーだったというわけでございます。投手はこう、野球超人伝引いたら、球速、コントロール、スタミナしか上がらないんですけど、あわよく、一定確率で変化球も上がるんですけど、上がる、なんでしょうね、種類の多さで言ったら明らかに、ね、野手の方が多いんで、そう考えたら野手の方が美味しいのかななんて思うこともあると思います。さて、弾道がとりあえず3になって、そろそろ、ステージ3から、カレンさん登場の可能性が出てきます。肩超人伝、ここで肩が上がると。で、カレンさんを避ける方法としては、これこの右行ったら合っちゃうことになるんですけど、選手に囲まれてるんで、大丈夫かなと思った次第でございます。ただ選手もね、やっぱ意志があるんで、逃げるんですよね、これがね、しっかり。ちょっとだから、そうですね、僕のなんでしょう、カレンさんを避ける方法としては、やっぱり軸をずらすっていうところなのかなと思います。縦、横。カレンさんとだからなんでしょう、一列ずらしみたいな。それを意識すると、ロックオンされないのかなと。やむを得ない場合も当然あるので、これはしょうがないといえばしょうがないんですけど。そして野球マンですね。野球マンは初手を下に歩きますので、まずは、どちらにせよ、このシャッフルであわよくば会えればと思ったところで、そうだ、コメントでね、監督に会ったら効果あるんですかっていう話があったんですけども、これはね、選手が親身になってくれたりとか、親身になって特殊能力をプラスアルファで教えてくれたり、いろいろそういうことの可能、なんでしょうね。確率が上がるということになっております。さあ、ここで大丈夫博士が現れてきます。体力がちょっと心もとないので、ここは博士に最短距離で会うことが優先されるでしょう。ここは、で、ここで大回復引いちゃうとやっぱ嬉しいんですよね。大回復2連チャンいただきまして、改造手術成功と。ちなみに改造手術の成功率は、やる気に比例します。カードを持ってりゃそれに越したことはないんですけど、一番はね。ただ、やっぱり一番優先すべきは、やる気なのかなと思います。ノリノリで、結構と言っても改造手術はギャンブルですから、いかんともしがたいところはありますが、狙ってみるとすれば、やっぱりやる気を上げていくってことなんじゃないでしょうか。さあ、ここで、僕はカレンさんのちょっと、
危なかったんで、録音が。あえて赤を踏みました。これはちょっと、しょうがないところだ。で、これであわよくば、これでカレンさんが止まってくれりゃラッキーと思ったんですけど、結局、まあ、この、ね、ステージで3回大回復を引いたということで、かなり美味しいことになっております。上行くと間違いなくカレンさんのロックオン食らってたので、今のは。さあ、カレンさんが非常に厄介になってるところで、ここでシャッフルすれば理想かなと考えました。ところが、これが裏目に出ると。しかし、これは確実にゴールしたい。大回復を引く4連チャン。このステージで4回。しかも、これはカレンさん避けられちゃうかなと。カレンさん、後ろ向かれるとどうしても厄介ですよね。特に悪魔なんていうのは、2歩、最大で3歩動くので、かなり厄介かなと思います。さて、最短距離で帰るなら、ハテナ2連チャン挑戦ということになります。ここで引く。さあ、残りはどうなるか。これなんです。パワーアップギリギリ。いやー、実を言うと私、これ本当にヒヤヒヤしてました。もうなんか大現象を引いて、もともとこれだから大回復たくさん引いてるから生き残ったんじゃないかなと思ったんですけど、いざ考えてみたらね、本当に体力が6ぐらいしか残ってなかったので、大現象を引いたせいで。なんでね、普通の現象でも死ぬじゃんってなった時のね、緊張感はないですよ。ということで、野球超人に引いた上で、改造中成功となっております。さあ、まあ、身長盗塁っていうのは果たして本当にいい能力なんだろうかっていう感じありますが、とりあえず本人と比較してみてみましょう。まあ、感覚としてはなかなかいいとこ行ったんじゃないでしょうかね。ここで。はい、まず能力を見、なんか、いろいろと慌ててます。あまりにもちょっと動転して、そして容体感を見るというわけのわからないミス。肩がちょっと足りなかったなと、感じますね。状況的にはまあ、惜しいなっていう。まあ強い選手ではあるんだけども、なんかちょっともの、どうだっていうとちょっとね、やっぱりこう、皆さんからのね、アドバイス通り、強い選手作りゃいいってもんじゃないだろうと、いうところでございます。というわけで番号はこちらになります。ダウンロードの方よろしくお願いいたします。というわけでリクエストする場合は動画概要欄をご覧ください。ほい、1年間回してみた結果でございます。ちょっと思いのほか伸びなかった。打率が2割8分3厘、13本60打点と。まあでも一応2桁ホームランは打てるんですね。やっぱ特殊能力がないことが、基礎能力があれば、成績が伸びるというわけでもないのかなという感じ。打率はチーム4位で、ホームランはチーム5位か。ですね。打点がチーム4位。まあでも結構上位に食い込むぐらいではあるのかなといった感じでございます。三振は78度ちょっと低め。といったところ、バントに犠牲フライ10、閉殺11個、これチームトップじゃないか？トップいっちゃいました。閉殺10。まあ、しょうがない。盗塁は特にやらなかったみたいですね。まあ、総力し、やるときとやらないときがあるからね。まあ、身長盗塁があるんで、なおやらないでしょうね。長打率、まあ、こんな感じ。いろいろまあ、あって。じゃあ、守備はどうだと、外野。100% いただきました。ということでね、規定打数到達して、まあこんな感じ。もうちょっと特殊能力があればよかったのかなといった感じでございます。気に入っていただけた方はチャンネル登録をよろしくお願いいたします。リクエストする場合は動画概要欄をご覧ください。明日の動画でお会いしましょう。うかでした。またね。最後までご視聴ありがとうございました。気に入っていただけたらチャンネル登録をよろしくお願いします。動画のアイコンや概要欄のリンクからチャンネル登録できますので、登録、高評価、コメント、お待ちしております。明日の動画でお会いしましょう。うかでした。レイでした。またね。またな。